じゃあね、こんだけお土産たくさんいただいたんで、お土産を今日はね、開封していこうと思う。イエーイ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。まあね、マジックやってて興奮するときってたくさんありますけどね、やっぱお土産向くときが一番興奮するよね。間違いない ね、俺が言おうと思ったのよ。はいよ、いやまあ一番最初上の段からやっていこうと思います。上の段ね、これお薬って言ってくれた人がいたんですよ。吉野がね、ずっと風邪ひいてたから、ね、そうそう、本当にね、あの喉の風邪ね、超長引くって聞いてたけどね、マジで長引いたからね。あの1ヶ月かかったからね。ということで、俺向きのお薬、これマジのメディスン入ったらどうしよう。あ、でも違うわ、これはね、タミフル入ってる。まずおと、な、ちょ、待って、メモ、メモが入ってる。あ、すげえ。え、何、まあ、ちょ、凝ってるね。以下の順番で服用してください。白い箱、1000円くじ、はいはい。あ、モダンの有料カードが入ってる。え、1000円くじ、というかこれまず1000円すんので、待って、え、マスターズ25万入ってる。うわー、すっげえ。ちょ、待って、ありがとうございます。マスターズ系はいい匂いがします。知ってるよ。で、それで、待って、オンスロート、え、キュア、おー、あ、日号だ。これね、デルタのフォイルとか昔20万以上したんで、もう今となってはそんなしないだろうけど。で、最後が、うわー、しょぼくなった最後、突然。違う、言語違う。いや、言語ロシアでも別に知れてるでしょ。この流れからしたら知れてるでしょ。うお、すげえ。え、ちょっと待って、すごい、これで1本潰れるでしょ。ちょっと待って。まず、はい、白いモダンくじ。これ待って、どう、高田の、どこのくじって書いてあった？あ、トーナ、某トーナメントセンターだって。ほう、某トーナメントセンター、あ、もう高田のいっぱいあるからね、どこでしょうね。あ、そうだね。どこだろうね。はい、緑の。え、でも1000円くじだぜ。1000円くじはね、結構とんでもないのが出たり。33の小物、これは違う、絶対。これ大丈夫ね。違うね、じゃあそっちだ。あ、でももしかしてこいつモダンで超強いのかもしれない。ないないない。ちょっとないないない。はい、次、あ、緑。お、M？ え、AK1 って何？ 55？ ん？みんなもう分かったかな？でん。ローナース！うわー、絶妙。あー、でも、これ次、強くなるかもしれない。そうだよね。エルフいるから。ラノエルいるから、ね、もう2ターン目に着陸するローナース。これはいい。いいカード。1000円でアド取った。アド取ってる。アド取った。いいね。で、次の服用。服用順番、これ大事だからね。もう順番間違えると死ぬかもしれない。そうそう。まずはマスターズ25。いい匂いがするそうです。いい匂いがする。それ知ってるよ。は、はい、でもそれ以上にね、ちょっともう、これ剥きながらだけど、オンスロートの方が気になってるわ、匂いは。はい。まずは、おいにを。おいに。ああなあ、すっげえな、これ。聞く。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたい。あ、で、待って。あ、もう見ちゃった。R の無色。R の無色なんだろう。でも、アーティファクトって結構いいのが。いいのがある。多いはず。あー、連合の日を。全然いいよ。いいですね。ハズレがはびこってるこの世の中で結構な救いが来た。で、フォイルは赤い。赤は。赤はやばいのあるよ。コモンだ。ちょっとそこ残念だな。まあ、いいでしょー。うわー、これ絶妙な。これね、違う、モダマス2にも入ってたな。こいつ、ここでも再録されたんだ。あと一応25周年だからね、アンコも見とかないと。アンコ、アンコ。あ、激励。激励とボードランか。激励は、一応、感染とかに入ってる。これね、マナコスト払わなくてよくて、相手3点ライフゲインで使える巨大化。プライオン修正。超強い。おだから、感染とかね、相手ライフいくつになっても関係ないからね。で、オンスロート。これはやべえ、マジで。俺、もう、中学生ぶりに向くよ、これ。目指せ、デルタのフォイルって書いてあるよ。書いてないけどな。じゃあ、こっちに書いてある。あ、そこに書いてあるの？こっちの。あ、びっくりした。木曜、このなんだろう。オンスロートのパックに書いてあるのかと思ったわ。どんだけ公式がもうデルタの存在知ってんだよ、と思った。うわー、これ超嬉しい。待って、さ、これの感謝半端じゃないぞ。絶対高いって、こんなん。これね、せっかくだからなんか古文から行きてえな。うわー、そうだ、これ、じっくり言っていいよ。じゃあ、アンコモンからなんですよ、オンスロートって。だから、ちょっと待って、そうなんですね、頭4枚、ちょっと削ろう。ここに置いとこう。はい。で、超いい匂い。そしてね、この不敬の祈り覚えてるよ。これ、めちゃくちゃ弱いカードなんだよ。4マナソーサリーで、クリーチャーかプレイヤーに X 点ダメージ与えて、 X はバのクレリックのソースに等しいっていう。ん？え、クレリック？だからクレリックいなかったら4マナ0点火力だから、ね、別に3体いたところで3点だよ。3体もいるわけねえだろクリーチャーがっていう。
ダールの早期兵、ね、これ6マナ3、4ファーストストライク変異、この変異もね単純にマナコストがちょっと安くなるだけで全然強くねっていう、うわ超懐かしいな。なんか強いあのコモンとかねえかな。うーん、なんか懐かしいな。あークローサの大木馬獣、これは非常に強いコモンだったね。7マナ6号っていう弱いんだけどサイクリングがついてて、でサイクリングした時にあの土地持ってこれるっていうので、まあ、普通にサイクリングしたらあのアドが稼げます。で終盤引いてもフィニッシャーになるから、これはめちゃめちゃいいカードだった。他はあ隔離されたステップ、これはあのパウパーとかで使われてんじゃないかな。一応あの白土地でサイクリングもできるっていう、これ全色オンスロートにあるぞ。いや懐かしの古文でした。そうでまだねアンコールレアが待機してるわけですよ。おでーん、陽光のこれなんて読むか分かる、こういうこういうかな、漢字も弱かったか、ダメだ。いや3マナで4点ダメージゲインとサイクリングだったら1点ゲインと、あ、まあ、普通に使って4点ダメージゲインでサイクリングで使ったら1点ゲインでワンドローもついてると、強いかもしんない。でこれねこれね、キリゴロモなんだよな、読み方。キリゴロモの金切り今、5マナ33フライヤーで1マナで、あ、クリーチャータイプ変えれると。うん、なんか絶妙、あ、でも1マナだから軽く打てるな。で、最後これがアンコモンラストで、萎縮の呪詛。1マナエンチャントで、サイクリングするたびにこいつの上になんかカウンター乗っていくと。あ、で、エンチャントされてるクリーチャーはカウンター1個につきマイナー1修正受けるから、まあ、そのサイクリングしまくったらどんどんそのクリーチャーサイズ減っていくという、まあ、状況ですね。で、レア土地だったら黒い、黒ってなかった気もすると、あの墓地全体リアにとかが昔強かったけど、それかな。でん、あデスマッチか、何デスマッチはね4マナのエンチャントで、これなんだっけ、でもあんま大して強くねえんだよ。クリーチャー出るたびにそのクリーチャーのコントローラーは、え、意味がわかんないでしょこれ。え、クリーチャーが出るたびにそのクリーチャー、あ、なるほどね、あのクリーチャー出すたびにそのクリーチャーのコントローラーはそいつにマイナス3修正与えることを選んでもいいわけよ。うん、意味あんのか。だからまあすぐ殺せると、だからその出たクリーチャーをその場で殺せると、はあはあはあって感じです、ね、使い道がわからないカードだね。だからまあその死んで戻ってきてみたいなのが繰り返せる系だったら永久コンボできない、ね、はいはい、これはね完全にあのもう当時からのカスレアでした。で最後イクサランの総国、これ何語、ロシアっぽい、あ、ロシア、あ、匂い、そうだ俺ロシアの匂いは嗅いだことねえわ。北欧の美女の香り嗅ぎに行くぞ。少し薄味な匂いですが、あ、なるほどね、慣れてくると病みつきになります。あ、これ金髪美女の匂いがするぞ、てかくせえちょっとロシアの方じゃ申し訳ないけどちょっと独特な匂いがするな。あのね本当にこれ嗅いだ方がいいぞみんな、想像もしてない匂いが。あ、でもロシア語かっけえな、日本語もこんなんだったらいいのに。アンコモン、お前語ロシア語読めない、なんか雰囲気だけでも。ミグラツェグラモヴォヴァスタダ、はい、初のロシア語発音お願いします。マショチビパーティカーダマショチビティパーティカーダだそうです。ロシアの方すみませんでもロシアの人に見られるぐらいの動画になりてえな。で、レアは白、白の R、もう別に何かを期待しないけどな。3、4、出たアルティマサウルスみたいなすげえ弱いやつ。5マナ3、4で、恐竜肉ダメージがね、軽減されて1点になるってやつ。で、最後が、土地、あ、沼だ。沼だ。なんて読むのこれ。え、でもロシア語もアファベットじゃないでしょ。じゃないからわけわかんないね。え、ノントはみたいな書いてあるけど。で恐竜もロシア語だ。これでもねマジで匂いが独特なんですよ。これねずっと嗅いでたら体悪くなりそうなんだけど大丈夫かな本当にすげえ独特なんで。ということでお薬いただきました。もうあの元気はつらつオロナミン C、ありがとうございます。でまあ前の動画でも説明したんですけどね、このおじチャンネルっていう人があのくれたパック体験をもらってたんで、これを開封していこうと思います。まあ俺のはねもうすでに開封しちゃったんで、大気の代わりに俺が抜く。はい、俺ね今神話でね島1枚だけ使ってるからね、島のフォイルめっちゃ欲しいんだよね、謎のこだわり。そう欲しいね。
で、これせっかくだからね、ちゃんと遊びてんだけどな、アンステーブル。アンステーブルさ、なんでこんなさ、ちゃんと印刷しっかりされてんの、マスターズあんな雑なのに。これに割いたその愛をマスターズに分けてやってくれよ。出たー、より良いもの。ベターザンワン。前も出たね、これなんかあの、知らない人一人仲間にできんだっけかな、アッパーソン、アウトサイド。意味が分かんないもん。全然その、ニュアンスとしてよく分かんないもん。あー、そうか、フォイルはなしか。でも島だ、島だ、超綺麗。これでまた美しい島が1枚手に入ったぞ。で、あ、ストームクロー。そう、あのね、ストームクローってね、日本では全然なんてことないんですけど、一応海外ではすげえ人気あって、その海外の降臨のワームみたいな感じでめっちゃ人気カードなんですよ。だからなんか今回もこういう特殊トークンがあるわけですけど、まあ日本人からしたら何のこっちゃって感じですけどね。あー、降臨のワームもなんかそのすごいフォーカスされてるって海外に知れ渡ってくんないかな。で、これね、おじチャンネル中の人よりって書いてあって、ヘビ入り、ヘビが入ってます。これもう全然意味わかんないですよね。マジのそのドッキリのヘビが飛び出してくんのか。ちょっとその、まず箱。何これ?でん。え、これ何これ?エポックワン。これ野球カード。これは買った店が入れたやつじゃないこれ。え、待って、神川物語、ヘビの抜け穴。何これ?あの、え、これテーマデッキをマジでくれたの?え、今更神側の、おー、ちょっと待って、でも未開封じゃん。何入っ、んこれ未開封じゃん、ん未開封ですね、完全に。あの、そうですね。ちょっと待って、これ。これね、ここで向いちゃうのもったいないから、なんか対戦かなんかして動画にしますわ、これは。これと今のスタンデキ戦ったらどれぐらい戦えるかっていうのちょっと、うん、そうだね。なんかここでバーって向いちゃってももったいないし、こんなもんだって今買ったら、テーマデッキだから別に高くねえか。ちなみにあの神川あれ9歳か9歳のあのネズミのテーマデッキにはね実手が入ってましたから、ね、一瞬で売り切れたっていう。強そうなんだ、うん、で最後これもう色物すぎてどうしていいかわからない水木しげるの妖怪ね。これ何なの、これすげえいっぱいあるんだけど、これスターター的なのが3つとブースターがもう数えられないぐらいありますね。これ謎に、これ調べたんだけど、うん、ちょっと高いかもしれない。ちょっと高いの?じゃあ売ろう。2、3000はしてんじゃないぐらい。え?これ全部で?うん。ぐらい。絶妙な値段だな。そう。で、戦い方がほぼマジックなのよ。え、そうなの?そう。で、戦っててどうなるかっていうと、うん、タップがあるのね。うん。ちょっと待って、一旦カード出すわ、1個。せっかくこんだけあるんだから、1個向いても問題ないでしょ。新しい猫娘が欲しい。何これ、裏面だよねこれは、さすがにだろうね。うわー、すげえシンプル、結構綺麗な裏面だね。いや、これを綺麗っていうか雑とも言える。あ、でもなんか祈祷、祈祷漢字がね多すぎて普通にあの子供向けじゃない、出産に関わる。てか待って、効果書いていいんだけど、え、効果ないの、フレーバー的に2と、うん、このマナコストみたいな感じかな。え、これパワーってことじゃん。それパワーかな。あ、でこれがね、あの無色2とミドマナ1みたいな。うん、お前全然分かってねえじゃんルール。ちょっとね、俺も初めて見る、テキストしか読めてないからさ。こぼっち飛行持ってる、飛行、じゃあ飛行は名前だから。これさ、フレーバーテキストしかねえじゃん。え、効果さないじゃんこのカードゲーム。これ空振りとかが効果なんじゃない。でこっちが説明なんじゃない。ああ、そういうことか。あ、いやでもにしても少ないね。カード種類も何種類かあるんだよ。なんか助っ人みたいな、妖怪みたいな。4先生キジムナ左右があるってことじゃ。合体5なんだこれ。とりあえずこれはマナコストっぽいわ。もうめっちゃ重いこいつ。貫通持ってる、トランプルだ。ああ、なるほどね。あ、でも本当にそうなんだ。対空って書いてある。昇竜拳到達だね。あ、そういうこと。札返し増1歳、これも完全にキーワード能力だ。そうね、シャンポ。俺知ってる妖怪いねえな、本当に日本人か疑わしくなってきたぞ俺は。ふかしベトベトさん、なんかこれ聞いたことある、こいつは。ベトベトさんはね聞いたことあるよ。これはね、我らがあの民女さんがすごい大好きな妖怪シリーズだから、民女さんと開けよこれ。お、保護赤、これはね、プロテクション赤でしょ。あ、そういうこと。
これね、うん、このゲームね、タップがあるんだけど、うん、タップをなんていう、盗撮っていうのよ。札、うん、はあの札ね、うん。で、これ、密撮っていうのよ。倒る、倒れる札、札を、立つ札、盗撮、立撮っていうの、うん。そんな感じで、MTG と同じように戦うカードゲーム、これ。え、そこしかないじゃん。あの、他の部分が一緒だったら。ライフは20、うん。で、パワータフネスとかはないけど、この、うん、ほぼこのこれがパワータフネス。あ、なるほどね、パワーなのね。はい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 。あ、だからそのパワーだけを参照して、あの3は2より強い、5より弱いみたいな感じで戦う、うん、そうそうそう。でパワータフネスあって、うん、それ対戦戦ってライフ20減らせばいいし、まあ攻撃もブロックもある。え、これちなみにマナはどうやって出すの？あのあれデュエマ式、こうやってカードをマナで出せる感じ？マナは、うん、特別 なんか人間カードみたいなのがマナ出してくれるらしくて、うん、このパックは出ない、パックからは出ない。あ、出ない。あ、なるほどね、土地があるのね。このスターターから出てくるみたい。マジックじゃん。マジック結構マジックだよ。すげえ。これギリギリ遊べんのかな。これマジックと対戦できるかな。ちょっと今度遊んでみようでこれでも全部開けるのなかなか大変だな。いっぱいある。まあだから後々だ、ね、はい。ということで、まああのね、上段のお土産紹介させていただきました。次あの下段行こうと思います。